3分法律の勉強。おはようございます。お初にお目にかかります。弁護士の北川と申します。イケボと見せかけて実は夜遅くまで飲んでたので声がガラガラでございます。すみません。2019年9月の2日牛乳の日でございます。皆様の朝の時間3分だけ私にいただけないでしょうか。現在318名の方々にチャンネル登録していただいております。本当にありがとうございます。この方たちの顧問弁護士として今日も時事ニュースの法律的な解説させていただきます。なんで今日が牛乳の日かはこの動画の最後にお話しさせていただきます。よろしくお願いします。それでは参りましょう。2019年9月の2日テレビ番組のニュースランキング、こちらです。バスンと韓国大統領の側近のトラブルですね。あとは4歳の女の子を虐待させたという事件もあります。そして消費増税ですかね、1ヶ月前となっております。今回お話しさせていただきたいのが第4位のですね、俳優の新井博文被告が今日ですね、今日初公判ということでこのニュース解説させていただきたいなと思っています。このニュースで私本日テレビで解説するかもしれません。現在朝の5時前ぐらいなんですけども、現時点でこのニュースをですね扱うかまた仮なのでまだ確定してはございません。確定したら私のツイッター等々で、ちゃんと告知したいなと思います。そちらもチェックしてみてください。皆さんこのニュース覚えてますかね。今年の2月ぐらいに新井博文容疑者、まあ今は被告ですね、新井博文被告が女性に性的暴行を加えた、まあ無理やりエッチしたんですね、無理やりエッチしたとして今年の2月に逮捕されました。犯罪行為をしたのは2018年の7月頃らしいですね。そして今年2019年の2月に逮捕されています。今回はこの件で強制性交罪、まあ無理やりエッチ罪ですねについて解説をさせていただきたいなと思います。まあこういったね、こういう色物犯罪、こういうエッチ系の犯罪をですね、私解説するのは結構気持ちが辛くなったりもしますし、特に聞いてる女性なんかはね、なんかすごく嫌なね、不快な思いをするかもしれませんけども、一応こういうのもちゃんと説明しなきゃいけないってことで、なるべく言葉を選んで解説していきたいなと思います。まあそれ聞いても不快に思う方はもう今日は聞かなくていいですからね。この刑法177条強制性交罪、まあ無理やりエッチする罪なんですけども、書かれているのがですね、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて無理やりエッチもしくはエッチに近いような行為をさせたした者は5年以上の懲役になりますよということですね。あとは13歳未満の者に対してエッチをした者も一緒ですよということです。この刑法の177条っていうのは13歳以上か13歳未満かで分かれています。13歳未満の者に対するエッチっていうのは、その13歳未満の子はですね、そんなこと同意するわけないじゃないかということで、OK をもらったかどうか、暴行脅迫を用いたかどうか関係なしに犯罪としています。で、今はですね、5年以下の懲役になってますけども、2017年の7月までは3年以上の懲役、3年以上の懲役っていう少し軽くなってたんですよ。2017年の7月に改正されて重くなったんですね。なぜかというと、今までは3年以上の懲役だったので、懲役3年っていう判決が出た時に執行猶予といっていきなり刑務所に行かなくてもいいシステムがあるんですね。これが適用される場合があったんです。被害者は無理やりエッチさせられてとんでもない精神的苦痛を受けているのに、加害者はいきなり刑務所に行かなくていいなんて、それはおかしいだろうと、もっと厳罰化をするべきだという声がやっぱりあったんですよ。なので法律を変えて5年以上の懲役にしました。あともう一つ変わった大きなポイントというのは、申告罪といって被害者の方が犯人を処罰してくださいと申し出ない限り裁判にかけられなかったんですね、今までは。だけど改正されてそれがなくても OK になりました。このように法律改正され刑が重くなった上で、今回の新井博文被告がどのくらいの判決を受けるかなんですけども、まあわかんないですけどね、一部報道によるとまだですね、被害者の方と示談が成立していないらしいんですね。もしその報道が本当であるとすれば、被害者は新井博文被告を許さないぞって思ってるっぽいんですよね。で、もし前科前歴がないっていう風に考えると、どうなんでしょうね、5年とか6年とか、で実刑になるんじゃないかなと、なんとなくは思っています。長くなっちゃいましたが、本日のおさらいでございます。177条の強制性交罪、無理やりエッチさせる罪っていうのがあるんですね。これ昔は強姦罪という犯罪名でした。
改正される前は3年以上の懲役でしたが、改正されて5年以上の懲役と重くなっております。まあおそらく今回は懲役5年とか6年とか7年いくんですかね、わからないですけども、それぐらいになるんじゃないかなと思います。本日以上となっております。勉強になったって方いましたら、ぜひいいねボタン、チャンネル登録、あとお友達にですね、本物の弁護士がこういう YouTube 動画やってるよってシェアしていただけると嬉しいです。あとは本日テレビで解説することがありましたら、ぜひチェックしてみてください。今日の動画長くなっちゃいましたね。大事なとこだったんでね、すみません。6分ぐらいですか？なんか毎朝3分目標みたいなタイトルに変えようかなと、ちょっと最近思ってます。それでは今日も一日頑張っていきましょう。なんで今日が牛乳の日かというと、牛乳9月2日の語呂合わせでございます。那須塩原市畜産振興会が2007年に制定したらしいです。また明日もご覧になっていただければ、めちゃめちゃ法律知識レベルが上がると思います。今日は牛乳を飲み、飲んじゃダメなんだ、俺ダイエットしてるんだ。お水を飲みます。レディースエンジェントルメン、This program is supported by 室さん。